い、こんにちは。エランドショップのののんです。トフィフィです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、トフィさんの、新商品、ハーブホットサンドメーカー新型紹介していきたいと思います。こちらが新型です。はい、でこちらが、1年ほど前に発売した旧型になります。新型の方は、プレートを交換できる、外して交換できて、かつ別売りのプレートを買えば、なんと4種類プレートが4種類豪華ですね。すごいでしょ。はい、すごいあとはスイッチがついてるんで、オンオフの調整ができて、はい、そこも変わったところになります。はい、ちなみにこちらとこちらで販売価格はおいくらですか。はい、旧型の方は、税込みで5,500円で、新型の方は、税込みで9,900円、約1万円ぐらい。こちらの新型の方と旧型の方で、新しく販売すると思うんですけれども、旧型の方はどれくらい売り上げがあった。ああ、いい質問ですね。はい、実はこの旧型に関してはちょうど1年前に、発売して、なんと10万台以上10万台、売れたんです。で、突破しました。では早速中身を開封して紹介していきたいと思います。ワッフルプレートが2枚入っておりますね。ワッフル用です。本体ですね。トリセツも入ってます。はい、でこっちの方が、新型ですね。新型プレート交換できるタイプで、テールアクアの色です。はい、でこちらが旧型です。現在販売している旧型の商品のテールアクアです。で同じテールアクアであってもちょっと色が若干違うように見えますが、こっちの方がなんかツヤっぽい、ツヤ感があるデザイン、この部分がツヤツヤしてる、ツヤツヤしてる。こっちが少しサラサラしたような感じですね。同じ色なんです。同じテールアクアで新型と旧型です。新型の方にはスイッチがついてて、今まではコンセントを差し込んで、こちらにはついてないです。ついてないですね。なのでここでオン、オフの調節ができて、便利かなっていうことですね。はい、あとはプレートを交換できるところが違います。はい、プレート交換してみます。簡単に外しておきます。ここの部分で付け替えられてます。簡単ですね。はい、ワッフルプレートをつけてみます。はい、簡単に付け替えができました。プレートプレート、はい、なんか、はい、時のロゴが両面映ってますね。上と下のプレートそれぞれについてる、はい、でサンドイッチ焼くと、両面にじゃあ両面にかわいい、ここがついてる。旧型は上にはプレートの、ロゴがついていて、下にはついてないよ。あとは、はい、これ外して、もちろん水洗いもできるので、形式的に保つことができるというのも大きなポイントになります。比較してみました。はい、大きさも一緒です。そうですね、ここも一緒です。はい、でコードに関してはこの後ろの本体の後ろに巻きつけて、で縦に収納することも、縦で収納することもできるので、とても便利、場所を取らない、こうやってコードを巻いて縦に収納できる、便利ですね。コンパクトに、先ほどスイッチ入れたんですけど、今ランプが赤ですかね、オレンジかな、赤です。でこれ余熱ということで、余熱が完了したら緑に変わります。はい、余熱が終わったので、はい、本体を上げて、ちょっと熱いので火傷しないようにご注意ください。ただ今回はちょっと簡単に。バターを少し塗ってプレートに塗ります、はい、塗ります。なんか塗らなくてもいいみたいなんですけど、はい、今回はちょっと塗ってみました。
食パン、これは8枚切りですね。これ8枚切りの食パンです。はい、一応 6枚切りでもいけるんですけど、まあ、中身をなんか一旦なんていうのボリュームにしたいときは厚めの8枚切りに、チーズ先に入れますか。早速バターで美味しい香りがしてきてます。いい香りが漂ってますね。はい、チーズを乗せて、でソーセージ、ソーセージを乗せて、ちょっとペーストが結構厚いので、はい、やけどしないように、はい、やけどしないように気をつけてください。ブロッコリー、ブロッコリー入れます。これあらかじめブロッコリーは小めに、はい、ゆでてて、はい、小めに切りました。はい。紙は本当に好みで何でもいいので挟んでもらって、で、いきますね。はい、はい。閉じまーす。オープン。おお。開けてる。いい感じ。ソフィーのロゴがちゃんとついてますね。ついてますね。はい、美味しそう。美味しそう。焼き上がりました。ではワッフルプレートを使って作っていきます。ワッフル作るのって初めてです。すごいドキドキしてます。緊張しますね。緊張します。溢れ出したらどうしようとか。そのくらいが、そのぐらい大丈夫ですかね。ちょうどいいんじゃないですか。はい、ちょっと蓋を閉めます。せーの、よいしょ。やばい、めっちゃ触れてます。めっちゃ触れてる、やばい、入れすぎた、やばやばごめん、ちょっと、あ、焼き上がったのでオープンして確認してみたいと思います。開けます。オープン。じゃーん。おお、ワッフルが綺麗に焼き上がりました。美味しそう。美味しそう。焼けましたかね。残り3分ぐらい目安として、はい、で焼いていただければと思います。ちょっと熱々ですが、熱々。やってみてください。おお。お、しっかり中まで焼けてますね。どうでしょう。バナナを乗せて。チョコバナナワッフル出来上がり、完成です。今日はトフィーさんのハーフホットサンドメーカープレート交換できる新型を紹介しました。そのサンドメーカープレートと、サンドメーカープレート、ホットサンドプレートとワッフルプレートが付いてて、また別売りでたい焼きプレートとマルチプレートをセットで買っていただければ、いろんなアレンジが4種類できます。4種類、またまた2種類付属してます、はい、でプレートをこうやって取り外しができて水洗いができるっていうのと、あとプレート交換できるというのが旧型との違いですね。はい、まあ、ホットサンドってなんかこう2枚挟んで作ると、はい、どうしてもなんか食べきれないっていうことがあると思うんですけど、あと1枚なので、まあ、食べきりサイズというか、ちょうどいいサイズ。そうですね、朝にも重たくなく食べれるぐらいの、うん、食べきりサイズだなと思いました。今エランドショップでご購入いただけると、今期間限定でトフィーのロゴが入っている食パンプレートがこちらですね、おまけでついています。チェックしてみてください。期間限定ですよ、はい、で本日はトフィーのハーフホットサンドメーカー新型紹介させてもらいました、はい、また新商品などがありましたら紹介していきますので、ぜひいいねボタン、コメントもお待ちしてます。お待ちしてます。ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。エラノショップのノンノン、トゲピーでした。ありがとうございました。さよなら。